長島哲太は神奈川県出身のオートバイレーサー。3歳からポケバイを始める。2008年には GP モノ国内ライセンスクラスでチャンピオンとなり、2011年の GP モノでも再びチャンピオンを獲得した。4ストローク化が進んだ。翌2012年の JGP3 クラスでも3勝を上げ、総合2と活躍。2013年からは j g p ににステップアップし、第6戦岡山ラウンドで JGP に初優勝を挙げるなど、総合6位と検討。また、この年の日本 GP では、ジルチームからマイク・ディメ・リオの負傷大役として指名され、ロードレース世界選手権のもとにクラスに、初参戦、20位で完走した。また、翌2014年シーズンに向けて、ジルが当初起用を予定していた、 ノサネ・コうタが、当時の経済事情から参戦断念を表明した、ことから、公認として、再びジルからの指名を受けたことで、元にクラスへのフル参戦が決定した。マシンは、クラス唯一となるチームソニックレーシングを使用。しかし、世界初挑戦となった、このシーズンは契約の経緯から参戦に向けた調整が、万全と呼べる状況ではなかったことや、 長島自身も初めて経験する海外の各サーキットへの対応に苦戦し、ポイント圏外での完走が続いた。追い打ちをかけるように、第12戦イギリス GP では、フリー走行で他選手の転倒に巻き込まれ、右足蹄骨及び肥骨などを骨折、長期の欠場を強いられてしまう。かろうじて最終戦バレンシア GP には参戦したものの26位で終え、この年は、 最終的に年間ノーポイントに沈んだ。2015年は、元にクラスでのシートを確保することができず、GP から撤退する形となったが、当時元にクラスへと参戦する選手を排出しつつ、あったフィムセブ元に欧州選手権への参戦を開始、引き続き海外でのレース活動を続け、GP 復帰への道を模索した。この年からは、 元にクラスで主流となっているカレックスを使用している。2年目の2016年シーズンには、有力チームであるアジーをモータースポーツからの支援を受け、最終戦バレンシアで自身初優勝を達成、11レース中、計8度の表彰台を獲得し、総合2と躍進。また、並行して、世界選手権、元にクラスにもスポット参戦し、日本 GP では14位入賞。 GP 初ポイントの獲得に成功。そして、翌2017年からのサグチームによる起用が発表され、3年ぶりの GP 復帰が決定した。復帰1年目、フル参戦としては参戦2年目となる2017年シーズンは、カタルーニャ GP や日本 GP など、決勝レース中に転倒をキスする場面も見られたが、いずれも転倒後に、 レースへと復帰し粘り強く走行を続けたことで、最終的に全レースで完走を果たした数少ない選手の一人となった。最高成績はマレーシア GP での10位となり、計14ポイントを獲得し、総合26位となった。続く2018年は、この年からモート GP クラスにステップアップした中上孝明の後任として、ビデミツホンチームアジアへと移籍。 前半戦では低迷していたが、ヨーロッパラウンドの中盤頃からパフォーマンスに改善が見られ、後半戦に入ると安定して、ポイント圏内に進出。第15戦、対 GP では、キャリア自己最高の8位を獲得、計27ポイントを獲得して、総合20位に浮上した。2019年は、前々年に所属した、サグチームに2年契約で復帰。 昨シーズンの後半戦からの好調を維持し、シーズン前半戦から連続して、ポイント圏内への進出を続けるなど、飛躍のシーズンとなっている。第11戦をオーストリア GP では、キャリア初のポールポジションを獲得し、元2クラスとしては、史上3人目となる、日本人、ポールシッターとなった。2020年は、レッドブルケ TM アジョニー席。開幕戦カタール GP では、 予選14番手で迎えた決勝ファステストラップを連発する圧巻の走りで元2クラス初優勝を飾った。新型コロナウイルスの感染拡大による4ヶ月の中断明けに行われた第2戦スペイン GP でも2位表彰台を獲得し絶好調で臨んだ1週間後の第3戦アンダルシア GP だったが FP3 で転倒した際に脳震盪を追う予選15位。 決勝11位でこのラウンドを終えた。そしてこれ以降は、成績が低迷、予選は9位敗退が続き、決勝でもトップ10フィニッシュは、第6戦スティリア GP の4位と、第11戦アラゴン GP の9位のみに終わり、ランキング8位でシーズンを終えた。また、レッドブル KTM アジョ加入時に1年の、契約更新オプション付きで契約を交わしており、 第9戦カタルーニャ GP 後にこのオプションを行使し、契約を延長。2021年も同チームから元にに参戦する予定だったが、第11戦アラゴン GP で、KTM の判断で2021年の契約の破棄が決定。チーム代表の秋アヨの KTM に対する説得やった、チームへの声掛けも実らず、2021年の元に参戦は、幻となった。 その後、スーパーバイク世界選手権や、スーパースポーツ世界選手権、全日本ロードレース選手権への参戦を模索し、15、チームほどと2021年の契約について協議、IO からも自身が運営するアジオモータースポーツから、元へ参戦を打診されたが、長島自身の、モートジッピーマシンに乗りたい、他のカテゴリーに転向するのは、まだ早い、元へには、 興味ないとの思いからこれらは実現せず、12月31日、2021年のレース活動を休止することを発表した。2021年は、ホンダと共に様々な仕事を熟し、2022年のロードレース世界選手権復帰を目指すとしている。2021年9月28日、若手育成を目的とした TN45WISMO2 プレーシングチームの発足を、 発表。次回11月7日決勝第17戦、アルガルベ GP、11月14日決勝最終戦バレンシア GP 出走予定、スポーツ、ドーナ、ジル元ニが、長島哲太の起用発表モート GP、www.motogp.com2019 年9月6日閲覧、スポーツ、 どうな長島哲太が右足骨折で欠場モートジッピー。www.motogp.com。2019年9月6日閲覧。長島選手、モートジッピー決勝14位で、初のポイントゲット、テルルモ2プレーシング2019年9月6日、閲覧。モートジッピー、長島哲太が、来季元にクラスに、フル参戦。 www.as-web.jp2019 年9月6日閲覧。モートジッピー、ホンダチームアジアが2018年の参戦体制を発表。青山博一が監督に就任。www.as-web.jp2019 年9月6日閲覧。モートジッピー、長島哲太がサグレーシングチームに移籍。 二年契約を結び元にクラスに参戦。www.as-web.jp。2019年9月6日閲覧長島哲太が初のポールポジション獲得。順位結果。2019モートジッピー第11戦。オーストリア GP 元にクラス予選。www.as-web.jp。2019年9月6日閲覧 長島哲太、レッドブル KTM アジョ遺跡 &KTMGP アカデミーリエ、jp.motorsports.com スラッシュ。2020年3月9日閲覧。長島哲太が元にクラス初優勝を達成。順位結果、2020モートジッピー第一戦、カタール GP 元に決勝。www.as-web.jp。 2020年3月9日閲覧。ABC、長島哲太。2021年は、ホンダといろいろな仕事をする。元に復帰を視野に入れた活動も。オートスポーツ。2021年1月30日閲覧。長島哲太。今年も終わりが近づいていますね。今シーズンも、たくさんの応援をありがとうございました。 テツタ45、2021年1月30日、閲覧。長島テツタが、TN45WISMO2 プレーシングチームを発足させ、全日本ロード ST600 に参戦。オートスポーツ。2021年10月1日閲覧。ライダープロフィール、テロルチームジルウェバイク長島テツタ。ウェバイクモートスポート。2019年9月6日、閲覧。モートジッピー。 チェッカーフラッグ、サーフ、エスアップ、テツタ45ゴーズ 4A ワイルドライドアットザ、オーストリアンプ、モートジッピー、2019年9月6日閲覧、ありがとうございます。